水中で建築を行うにはそれなりの技術が必要です。例えば川や湾をまたぐ橋の場合、その基礎は水中に作られています。水中トンネルだとさらに高い技術が必要になります。水中の建築は難易度が高いのです。エンジニアは水中の水圧や海水による腐食なども計算に入れなくてはなりません。またその建築に適した建材もしっかりと探す必要があります。典型的な建材はコンクリート、鋼鉄、そしてアクリルガラス。コンクリートは水の流れの影響を意に介さず、また海水による腐食も起こりません。鋼鉄は水中でも強靭な構造を作り上げることができます。そしてアクリルガラスは強く長持ちし、また太陽光にも強い特徴を持ちます。また透明であるため建物の水中部の窓などに利用されています。水深が浅い場合、その水底に物を建てることは簡単に行えます。一時的な基礎を作り、その上に上部を支える桟橋のような構造を作っていくのです。しかし水が深い場所の場合、別の手法を使う必要があります。どの手法を選ぶかによって変わりますが、水は汲み上げられるか避けられるかをします。そのうちの一つの方法では、巨大な杭を打ち込んでいきます。杭はほぼ鋼鉄でできており、長い柱ほどの大きさで、中は一部が空洞になっています。巨大なハンマーの力を使ってこの杭が水底に打ち込まれていくのです。まるで木の板に釘を打つかのように。その後特殊なチューブを用いて柱の中にコンクリートを流し込んでいきます。この時中を満たしていた水は外に押し出されます。コンクリートは水の中でも均等に沈むという特徴を持っています。そのおかげで杭は水中水上両方の構造を支えるしっかりとした基礎になり得るのです。また別の手法は囲い堰と呼ばれています。これは一時的に作られるダムが周りの水をせき止め、作業員が作業スペースを歩けるようにするものです。囲い込んだ場所から水が外にポンプで汲み出され、堰がダムのような機能を果たします。完成した囲い堰は水の壁に囲まれた巨大な穴のように見えます。ダムの部分は岩石と鋼鉄、そして土などから作られます。この手法のメリットは素早く建設でき、またその解体も簡単なこと。しかしその一方で複雑な作業が要求されるため、高い技術が必要です。構造が浸水したり崩壊したりしてはならないのです。囲い堰を作る上で最も簡単な方法は、とにかく土を盛る方法。しかしこの場合、作業員が構造を少し補強してやる必要があります。水による影響を抑えなくてはならないのです。囲い堰が出来上がったら、中から外へ水を汲み出します。深さがあり、なおかつ強い構造を持った堰を作るにはかなりのコストがかかります。深さがある場合、作業員たちは強力なポンプを数台使用し、壁から染み出てくる水を常に出し続けなくてはならないのです。囲い堰が崩壊を始めたとしても、その過程はゆっくりと起こっていきます。建設現場にはメインの他に予備のポンプが用意されており、緊急時には限界を超えて稼働させることができます。全員が外に避難するまで、こうしたポンプが時間を稼ぐのです。囲い堰の手法はダムや橋などの建設に主に使用されています。また巨大なクルーザーなどの船舶が修理を必要とした場合にも、この囲い堰が活躍します。船が巨大だと陸上にまで引き上げることが困難なのです。乾いた作業場を囲い堰が生み出すことによって、技師たちが船のどこでも直すことができるようになります。また船の改築が必要な場合にも囲い堰が使用されます。堰の中からすべての水が汲み出され、作業場が出現します。そこで船は半分に切られ、その間の長さを足す作業が始まります。囲い堰には複数のタイプがあります。ブレースド、セルラー、ロックフィールド、そしてアーセン。どれを利用するにしても、技術者は最適な深さと壁の素材を選ばなくてはなりません。地質や水の量などに影響されるのです。ブレースドは水が浅い場所での建設に向いています。構造そのものは焼いたの束で作った壁で、その端を互いにかませることで固定できます。
通常は鋼鉄製の素材が使用されますが、強化コンクリートや木材といった材質でも作ることができます。この壁が箱状にエリアを区切るのです。セルラーもまた矢板で作られていますが、その形状に特徴があります。接続された矢板は土や粘土を詰めることのできる小さな空間を作り出します。そのためかなり密閉度の高い構造を作ることが可能です。非常に安定するという特徴を持っています。ロックフィールドは現場にたくさんの岩石がある場合に使用することができます。土の上に作られ、水が石の中に入り込むことを防ぎます。岩石がその構造をさらに補強します。アーセンは水深が3メートル以下の場所で使用することができます。とりあえず手に入る材料、例えば粘土、砂、土などから作られます。壁は一重のものと二重のものが存在します。一重壁は建設現場がさほど広くなく、水深が6メートル以上ある場合に使用されます。このタイプの囲い石は多くの場合、橋の建設の際に必要となります。木材の壁が海や川の水底に建てられ、その後鋼鉄の壁が内側に加えられます。壁の両側には作業員が半分までいっぱいにした土のうを積み上げます。その後水は中から汲み出され、作業場が使用可能になります。二重壁のタイプは建築現場が広く、水深が非常に深い場合に使用されます。このような現場ではより強力な支えが必要となるのです。二重の壁が強い安定性を見せます。2本の杭が間隔を空けて水底に打ち込まれます。この時の間隔は深さによって決まり、その後杭が互いに接続されます。その後スペースは土で満たされます。囲い石にはそれなりのコストがかかります。一度使った囲い石は再利用ができません。例えばダムの建設に囲い石はもってこいの手法なのですが、フーバーダムの建設の際には複数の囲い石が建設され、コロラド川の水をせき止め、そして建設作業が終わった際にはその中に水を満たし、壁を取り除くという作業が行われました。もう一つの水中建設の手法はケーソンと呼ばれるものです。ケーソンとは水を通さない構造を水の中に沈める方法です。水のど真ん中でも中への浸水を許しません。そこから作業員は硬い地面にたどり着くまで下へ穴を掘ることになります。そこにケーソンを設置するのです。ケーソンの一番大きな特徴は、最終的にこれが橋やダムなどの基礎の一部として利用できることでしょう。橋やダムは水中の建築とは思えないかもしれませんが、その構造のほとんどは水中に存在しています。例えば巨大な橋は支持塔の支えなくして立つことはできません。しかもそれは水中に立っているのです。ケーソンにもいくつかの種類があります。オープン、ニューマチック、そしてボックス。オープンケーソンには底部分がなく、単に作業員が下へ掘ることを可能にするための縦の壁という構造を持ちます。ニューマチックケーソンは圧縮空気を用いて浸水を防ぎます。この力によって構造の内側と外側の圧力を釣り合わせることができます。作業員が掘り出した土砂などはチューブを通して上へと運ばれます。ケーソンが岩盤に到達したところで、そこをコンクリートで満たして役割は終了です。ボックスケーソンは他の2つとは違い、床を持っています。作業員はあらかじめ作っておいた基礎部分の上にこのケーソンを下ろしていくのです。ブルックリン橋の建設の途中、技術者たちは2つの巨大なケーソンを使用しました。そのおかげで水底の岩盤まで縦穴を掘ることができ、これが橋の基礎部分となったのです。また現場の外で建設を行うという手法もあります。これはつまり構造物がその場で作られるのではなく、組み立ても外で行われる方法を指します。工場で作られたユニットが現場に運ばれて組み立てられる様はまるでレゴのようです。その後構造は船に乗せられ、建設現場に運ばれます。あるいはそのまま船で引いて運ばれる場合もあります。自重で沈んでしまう構造もありますが、沈み切らずに浮く構造もあります。この方法はかなりの場所を必要としますが、それでも直接水中で建設を行うことに比べればコストパフォーマンスに優れています。特に
水中建設は高い技術力と特殊な重機類が必要です。また人命に関わるリスクもあることは忘れてはいけません。では水中トンネルはどうやって作られるのでしょう。現代のトンネルは巨大な掘削機の力を借りて作られています。掘削機にはモグラというあだ名がついており、価格は何億円という目が飛び出るお値段。しかし長いトンネルを素早く掘ることができる機械です。掘削機はゆっくりと前進しながら回転するディスクカッターを持つ円盤の力で硬い岩盤を砕いていきます。砕かれた岩石はベルトコンベヤーに乗せられます。そしてモグラが進んでいった後で別の重機がこの岩石を使いトンネルの内側に並べる建材を作るのです。この方法のおかげでモグラはトンネルを掘りながら内側を補強することが同時に行えます。この手法と11台の掘削機を使い英仏海峡トンネルが掘られています。しかも全ての建設作業は3年で終わっているのです。もう一つの手法は開削と呼ばれています。まず作業員が水底に深い溝を掘り、そこにあらかじめ作ったコンクリートまたは鋼鉄のチューブを埋め込みます。チューブが分厚い岩石の層で覆われた後でそれぞれのセクションが接続されます。その後水が外に汲み出されます。ローガン空港とサウスボストンをつなぐテッド・ウィリアムズトンネルはそのようにして作られています。そこで使用されたのはそれぞれ長さ90メートルの鋼鉄のチューブで、その中にはすでに作られた道路が走っていました。